です。今日も指ドラムのちょっと研究と報告を、してみようかなと思います。FL スタジオの中に入ってるフレックスという、無料で使える音源のドラム。前回はですね、このサステインが効かないと。サステインが効かないから、ドラムをやるには使いづらいっていう話をしたんですが、よくよく考えてみたらですね、ここにサステインのボタンがあるんですね。サステインのボタンがあるので、これを押すと、サステインが効くということで、全然新しい音源を買う必要はありません。で、今日は、ですね、ハイウェイスターという曲があるんですけども、それの、要はハードロックのドラムが指ドラムでできるかどうかと。前回、8ビートの、説明しましたけど、ハードロックの場合は、この8ビートでチキチキ刻むんじゃなくて、要は四分音符でもっと楽に、裏拍を刻まずに頭だけでドンドン。で、さらに、もっと力強さを出すためにハイハットをオープンにしますね。これが、ハードロック、例えばハイウェイスターとかの、ベースになりますね。ん？ですね、裏拍にシンバルが入るのをどっちの指でどういう形でやるのかっていうののちょっとセオリーを考えました。まず一つは、基本のこのポジションっていうのをなるべく動かさないようにしたいなということ。それからもう一つはシンバルがバリエーションがあるので、これを自由に動かせるようにしたいと。裏拍、1、2、ていう裏拍のシンバルは入れることができるんですが、裏拍同士で、こことここのシンバルとここのバスドラムは、同時にはちょっと指が届かないんですね。そうすると、ここのバリエーション的には、こっちでバスドラ、右手でシンバル、左手でバスドラをするか、右手でバスドラム、左手でシンバルをするかと。この組み合わせをね、結構工夫しなきゃいけないんですね。っていう感じの、左手はもうシンバルに特化する、右手はバスドラスネアに特化するっていうやり方。っていうやり方と、もう一個は、左手バスドラスネア、右手をシンバルにする。って考えたんですけど、どうも、病的にはこの、やっぱ左手の方を割とフレキシブに動かした方が次のフレーズに入りやすい。左手バスドラ、右スネア。そうするとこう、
スムーズにリズムに入りやすいと。で、次。Like a movie star っていう、Like a movie star とかっていうところの裏拍にシンバルが入るところなんです。ここはですね、裏にバスドラが入るのはいいとして、右手でシンバルに届いちゃうっていうのも一つの方。まあ普通にドラムを叩きながらシンバルの時はっていうやり方ができますよね。という方法もあるし、もう一つは、こっちですね。エリア的に、まあ、ワンショットでシンバルを入れるんであれば、こういうやり方も、バスドラとスネア、左手で全部やっちゃう。この場合だと、要は右手がそんなに動かなくていいと。まあ、どっちがいいんですかね。ちょっと楽できるっていう程度かな。最後のサビの部分。全部裏拍にシンバルが入るんですけど、結局この時はどうなんだ、勢いを出すためにやっぱスネアとハイハットが一緒に動いてるので、右手でやっぱりシンバルをこう動かしていった方が、やりやすいのかなと思います。全然説明になってないな。ちょっと、じゃあ歌いながら。もう。